はい、皆さん、こんにちは。今日は、映画を見てきましたよと。コナン、ヒーローの弾丸。で、コナンの映画は、毎年、やってれば、見てます。で、よくね、忘れちゃうんで、おさらいで、3、5年ぐらい前からかな。また一から映画を見返すってやつ毎年やってるんですけど、今年は、見てないかな。で、ネタバレにならない程度に話すると、なんだろうね、ここ三数年のコナンの映画って感じかな。で、エンディングテーマが良すぎて、全部それに持ってかれたって感じかな。あと、いつも思うんだけど、エンディングの実写いるのかなって思っちゃって。エンディングの実写ファンの人には申し訳ないんだけど、で、コナンの映画のピークっていつも、全部映画が終わってね、エンディング終わって、なんつうんだっけ、エピローグっていうのがちょっとあるじゃん。で、終わりって出て、ああ、来年公開、制作決定みたいな、あそこがピークだよね。なんか。個人的に。で、あ、来年楽しみすげえってなって、その来年楽しみが120とか130とか150とかなわけ。だから出て、できた映画が100とか110とかでも、だから出来としては100とか110なんだけど、来年公開決定の、この130とか150とか、このピーク、高さに勝てなくて、なんか落ち着いちゃうっていうのが、その期待が高すぎて、期待超えてきたっていう、安定して面白いんだよ。安定してすごく面白いんだけど、まあ勝手にハードル上げてんだけどね、自分がね。感じ。でした。そうだから今日も映画見終わった後に、ああ、で、来年楽しみになって終わって帰ってきた。来年楽しみですねって人は、高評価お願いします。あとあれ、なんていうか忘れたよ。なんて言おうとしたんだっけかな。まあいいや。ではまた。